高野川は、京都府京都市左京区を流れる淀川水系の一級河川である。京都市左京区と滋賀県大津市の境に位置する、途中峠の南部に源を発する。以降は、国道367号と、並行して南進する。左京区大原北部の三谷峠を源とする川を、三谷口で合わせ、左京区倉間と左京区大原の境に位置する点が、 竹を源とする高谷川を小泉市長で合わせる。上流は大原川、中流は痩せ川と呼ばれることもある。さらに山全院の裏山を源とする両川や、若光院の裏山を源とする創生川を合わせ、比叡山の再録を南進する。上、高野の花園橋で白川通と交差し、一級河川に岩倉川、一級河川を戸わ川を合わせ、 川端通と並走しながら、鴨大橋上流で一級河川鴨川と合流している。京都の地図で鴨川はよく Y の字で表されるが、その右側にあたる川である。高野川を渡る日本間の親子現在は出町付近で、北西方向から流れてきた鴨川と合流し、鴨川として南流しているが、かつては鴨川は上鴨付近から南流し、 一方高野川は出町付近から南西に流れていて、共に左京域に扇状地を形成していたとされていた。これに対し地質学の方からは、最終表記にはそれ以降の時代より南側で、鴨川に合流していたとする説がある。一時はこの説に従って、多くの歴史学者が付け替えはなかったとしたが、最近になって付け替え説を再評価する声が高まっている。 日本語記によると、高野川は平安時代には萩川と呼ばれていた。洋州府市によると、高野村を通ることが高野川の名前の由来だとしている。古くより農業用水として徴用され、沿岸の村々が利益を享受していたが、渇水のたびに幾度となく村同士で対立が発生した。大原地域の一部では2019年9月現在、 上水道の水源として利用されている。花園橋と山畑橋の間にある高野川と岩倉川の合流点、高野川に注ぐ主な支流は以下の通り。山畑橋橋にある泉川の取水口泉川と琵琶湖疎水分線の交差点下賀茂神社境内を流れる泉川泉川の高野川への合流点、高野川河原の人道興味焼け橋花園橋、山畑橋。 松ヶ崎橋、馬橋、高野川北泉橋、松ヶ崎人道橋、高野橋から、田出倉橋、三影橋、河井橋、京都府、鴨川条例では、鴨川、高橋、以南、鴨川、京都、南大橋、以北とともに、高野川、馬橋、以南が、規制対象となっており、打ち上げ花火などが規制される。ありがとうございます。